こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。そして今日お誕生日の方、おめでとうございます。そして今日無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思います。今日やっていきたいのはですね、スペシャルダンジョンではなくて、クエストダンジョン、6月のクエストダンジョンのレベル14をクリアして、魔法石、25個にして、無料分含めて今日からやってるスーパーゴッドフェスを3回回していきたいと思います。クリアできればなんですけどね。はい。多分クリアできると思います。でも、このね、ギャウギャウ言うてくること、方が、オープンになっているということは、負けているという、待て、全然してもあって、今日はちょっと割と喋ったんですけどね、ね、オープンになっているということは負けたということなんで、ちょっと頑張って勝ちに行きたいと思います。はい、そしてパーティーがこちらになっております。龍馬くんウルトラですね。はい。ちょっと改良してきました。はい。それではご紹介しましょう。リーダーの龍馬くんに超学生10コンボ、リーダーチェーンに対して神キラー。で、仮面ライダーのセイバーやったかな？なんかちょっと名前をちょっとどっちか忘れたんですけど。はい。そんな感じです。で、アンズですね。アンズに超学生雲耐性、お邪魔目覚め耐性、スキルチェーン2つ。で、テニアシャのコートをつけております。はい。で、こちらが、ウィングガンダムゼロですね。ウィングガンダムゼロに超学生、上限解放、神キラー、ダブルゼータガンダムの武器つけております。で、ギデオンジュラーに、超学生、スキルチェーン、スキルチェーンじゃ、スキルブプラスに、潜在がスキルチェーンマックスに、アバン先生の武器でございます。で、こちらが、サブのウルトラですね。サブのウルトラにスキルチェーン6つ、神キラー1つ、回収の武器つけてもらってます。じゃあ、これは自分でつけとるんや。はい、つけてます。はい。で、フレンドさんのウルトラですね。この2フロアでね、スキル、リーダーフレンドがスキルめっちゃ上げられるんですよ。で、そう上げられた時に、結構ね、軽い武器、回収とか武器つけてたんですけど、ちょっと溜まっちゃってね、闇光ロック目覚めとかいうのが発動しちゃうんで、ちょっとね、もうそれやったら、もうスキル盛りつつ、お邪魔を補いつつっていう武器の感じにしてもらおうと思って、これがね、何やったっけな、戦国の上杉から武器つけてもらってます。で、バチャ HP プラスですね。それでは、6月のクエスト14をペロッとクリアして、で、ガチッとガチャ引いて決めていきたいと思うんで、対戦、よろしくお願いします。スキブ足りてるよね。そっか、ちょっと心配だったけど。で、こう、アンズをね、ちょっと覚醒向こうが早く来ちゃうんで、軽減よりは、実はね、暗闇 60% なんですよ、これ。たまたま弾いてくれたんですけど。で、いや、いっか。まあ、アンズから使おうか。まあ、軽減ちょっと、5ターンお休みしてもらおう。正直ね、まあ、軽減がなくても、やりようによっては全然クリアできるんで、はい。まあ、龍馬くんがね、素で、デフォルトっていうかリーダースキルで経験貼ってくれるおかげなんですけど、これも。それでね、ちょっといろいろパーティーの幅も広がったりして、僕的にはね、そのウルトナより、こっちの方が好きかな。で、アンズがね、やっぱ、火属性で、火属性の回復倍率乗るんで、龍馬くんが。その関係で、アンズも火属性火やし、で、しかもチーム回復持ってくれるし、それですごい助かってるんですよね。で、しかもね、ドローリフ&覚醒向こう解除、ちょっと重たいとは言えね。だから、ね、ウルトナにちょっと苦手な、足りないものを割と補ってくれてるような気がして、ね、好きなんですけど、あれ、ちょっと四つ消しを持てんけどな、回復。あ、そっか、四つ消しは持ってないよね、誰も。なるほど。そういうのは全然大丈夫です。よし、OK。もうここでね、ちょっとターン稼いであげて。はい。はいはい。水ロックされる分にはね、全然いいんです。で、珍しく僕は L 字を積んできているので、はい。まあ、暗闇がね、その代わり。あれなんですよね。これでか。L 字積んでるよね。OK。このカシャン島とか、僕を何度でも一回出せるよ。いや、そう、OK。はい、2フロア。OK。爆弾の人やったかな、ここが。あ、そう、スキル、あれやね。貯めてくる人ね。ここはね、龍馬くん使わずに、ちょっと一旦置いてきます。この方がもうほんま変質してくるのが鬱陶しくて、
ちょっと負けちゃったんですよね。これ どないしようなんかもういろいろもったいないことけしかさになってるけど、で暗闇目覚めはねちょっと残念ながらご用意できてないんですわ。はいはい、ロックね。でこれは多分いけるんで、はい、OKOKOK、 はいはいはい。その昨日の動画、その、ま、最初にねメンバーさんにそのご報告させていただいて、ちょっと待って、このルーレットと暗闇の中喋ろうと思った僕はアホやった。自分のパズル力を過信しとった。ダーフィン、あ、いやー、溜まっちゃったか。はいはいはい。OK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 。これで大丈夫、大丈夫、大丈夫。色もあるし、ここがね、龍馬くんのいいとこなんですよね。自力で回復できる色さえあれば。あ、イルジーくんどこ？よしよしよし。で、次に、あれか。え？なんでこんなにいけんの？あ、そうか。火だけ、ほっぷんね。火だけやからか。あ、そうか、ギリオンじゃ使うの忘れてるし。で、これがね、属性吸収とダメージ吸収。HP1 になるんですけど、もう2516しかないんで、これを1にされたところで、なんら問題ないんで、で、これ、劣化バットを使ってあげて、これ、6解除してあげて。で、これ多分ね、こんだけね、甘いドロップがあれば、水の4個ぐらい作ってくれるんですよ。よしよし、優秀。優の衆。ありがとうございます。はい、はい、はい。んで、あと、アンズも溜まってるので、はい。回復振ってきてほしかったな、できれば。よいしょ、オッケー。これ次ガブガブ出てきたらきついんですけどね。ガブガブちゃう、やっべ。耐えれるかな？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、ここで覚醒無効なんですよ。ここで覚醒無効の敵が出てくるってこと。のところで出てくるってことは、これアンズ使って全然いいんで、オッケー。しかも、1コンも加算されたことによってスキルが上がってくると。ちょっとこっちの方がね火力出ないんですけど、一応闇属性なんで、はい、そういう時にねこう前側に、はい、あ、そう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 、お礼ですわ、お礼を言おうとしてたんや。はい、いろんなちょっとパズドラのそのメインアカウントとフレンドの方はそのメインアカウントのそのメールとかだったりで、なんかその応援してますとか来てくださったりも、あとはそのね、もちろんそのコメント欄で応援してますっていうコメントをいただけたり、本当にありがたくて、はい。ツイッターで書いた時もそのね、本当にたくさんの方に応援していただいてありがとうございます。あとはね、本当練習をしようと思ってるんですが、10周年、あれですね、10周年ちょっとむずいっすね。10周年記念カップ、昨日ね、3時頃までね、練習してたんですけど、まあ、むずいっすね、あれ。まあ、クリアはね、安定的にできるようになったんですけど、加点が狙えるかといえれば、そうでもないんですよね、今。悲しいけど、それが現実なんです。まあそこはね、まあまあまあ、あと1週間あるんで、1週間あれば、ね、すごい、全然、間に合うか知らんけど、まあ1週間、あるから、まあベストは尽くしますよ。はいはいはい。はいはい。はいはい。よし、こんなもんで、はいはい。で、ウィングゼロ今しれっと使いましたけど、無効貫通枠ですね、はい。オッケー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 。で、最悪、ここは全然いいんですよね。あ、ちゃうわ。ミスった。これミスったの、ウィングゼロじゃなくて、龍馬くん使うべきやった。前や前や。多分、なんとかなる。次がね、火水吸収なんですよ。火水吸収やから、火と水を火力を抑えめにしたら多分どうとでもなると思うんですけど、どうなるんですかね。ならんかったらすいません、下りますっていうか取り直しです。よし、
はいはい。その代わり、まあ、火属性ということで、あれですね。機械だけで持っていけるかな、これ。もう、じゃあ全部つなげちゃおう。もう、ちょっと、もうややこしいから。歩行石とかにして、しっかり4つ。なんか複数コンボ入っちゃってるけど。はいはい。ちょっと厳しいですね、はい。厳しいですけど、多分負けはせんのじゃないかな？ターン発狂とかあるんかな、これ。はい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 。多分全然、ずっと火属性でいてくれるなら、ギデオンジュラでこうやって、コツコツね。運命の歯車が動き出した。メガムのいたずら。暗闇は大丈夫なはずだったんやけど。やっべ。ちょっと待って。暗闇 60% や、さっき自分で言うた。ヒーヒー。あ、ヒーはここね。で、水。ヒーヒー、ここそぶっとるやん。じゃあ、あと水で、光。あれ？ちょっと待って、水も揃ってる？もしかして。ここで、光だけか。光はここやから、こういうことやね。オッケー。なんかの超つなぎ消しが入ったっぽいけど、はいはい、もうね、プレイヤースキルのクライミー体制ですね、僕。ダメとんな、ほんま。よしよし。こんなんで大丈夫かいな、ほんま。大会。よし。よし。オッケー、なんとかいけた。はいはい、クジャクを来ましたね。はい。クジャクをちゃう。クジャク女神。ごめんなさい。ちょっと見えてなかった。紹介が。13コンボ吸収。そこまで知らなかったな。ちょ、頑張らなあかんな、コンボ。ちょ、練習やと思ってね。はい。全力で。いや、暗闇の中身チェックするの忘れとった。あれか、でもコンボドロップ目覚めが来るんよね。これ何個も、あ、そう、ギリオンジュラぴったりやんけ。1コンボ足してくれるか。 OK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 。 この人ちょっと大きい声出ちゃった。暗闇の中身チェックもええか、もう。なんかあんま関係なさそうとか言って、これがね、火の五個消しとかになってるわけですよ、多分。あ、いや、普通に五個消し、見えてても五個消し。見えてても五個消しになっとった。はい。で、12コンボ、はいはい。発狂とかしてくる。あ、6体内倒さなあかんのね、確か。オッケー。全然、それは全然大丈夫なんよ。それは全然大丈夫。はいはい。オッケー。んで、はいはい。はい。はい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 。はいはい。おお、10時まで決まった。あ、10時決まった。なんか落ち込んで。よし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 。で、オッケー。流れはこっち向いてきたね。はい。はいはい。あ、どうしよう。はいはい。はい。これでちょいか。はい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 。よし。よいしょ、OK。はいはい。11コンボ吸収。で、これで怒ってきた2倍。はい。はいはいはい。オッケー。
で次で水まで削れると、 OK OK OK。 ちょっと待ってや。はいはいはい、よし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 。あ、なんか火が、怒りが三つ消しになってるけど、よしよし、とりあえずこんだけコンボしたということは、オッケーオッケーオッケー。で、水になってくれた。はいはい。水になってくれたらオッケーなのね。じゃ、りょうまくん使っとこうか。で、ドロキョウも入れて、はいはい。で、光、火、とりあえずもう火だけ見よう。火だけ見、この中に火だけあって、火があったら、火だけ見て、あとはもうちょっと手抜かせてもらおう。はいはいはい。こんな感じでいいかな？あ、火、ほんまに光めっちゃ繋がったけど大丈夫なのかなこれ。最悪ね。よいしょ、オッケー。はい、10個も。クジャクオの月光。怒られた。はいはい、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、光じゃ、十字くんたんはええんか。あれ？六ターン発狂ってあれやったっけ？この前のクエストやったっけ？ちょっとあんま覚えてないんですけど。よし。よいしょ、オッケー。はいはいはい。よーし。はいはいはい。なんかこんだけコンボドロップあるとなんか、安心ですね。よし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 。多分ね、水になってくれてる、永遠に水でいてくれるなら、ギレオンジュラが全然軽減してくれると思うんで、はい。こうでしょ？こうでしょ？どんどんコンボ現象が。まだ多分一旦ぐらい耐えれるんちゃうかな。よし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 。で、ギレオンジュラ使おうて、で、こっちのウルトラ使って、で、光を、はい。はいはいはい。はい。はいはい。水なんかもうどうでもいいから、あんま火力つくソースになんないんで、お付けししても。オッケー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 。はいオッケー。はいオッケー。で、ここで、ワンチャンね、1コンボでもすれば、オッケーオッケーオッケー。よし。で、これで龍馬くんも溜まるんで、ギャンブル大好きですね、僕こういう。もしかしたら、勝つ見込みの可能性が高まるギャンブルは大好きです。ただし、パチンコはルールがわかりません。そういうウブな面もね、あったりするんで、はい、対戦ね、勇者さん対戦ありがとうございました。はい、クリアですね。 OK、 ちょっと焦った今の音。よし、はい、それでは石受け取っていきたいと思います。はい、石がね、ユーザー情報を先読みしましょうか。購入履歴無料配分25個となっております。まあジューンブライドがあるんですけど、まあめちゃくちゃ気になるとこではあるんですけど、まだ15も残しているということで、あと日付もね、ジューンブライドもまだまだあるということで、ここは一旦ね、ちょっと最前線のフェスゲンキャラ狙ってガチャ引いていきたいと思います。はい、それでは無料のね、開催記念スーパーゴッドフェスガチャですね。魔法石10個スーパーゴッドフェスガチャ、ごめんなさい、なんでここまで読んだんや。はい、で、回していきたいと思います。せめてね、ちょっとロイヤルウォークかね、もう、あれじゃないですか、ガチャドラー、え？誰？ガネーシャね、ガネーシャ、こんなんだって、あ、暖房なんや。へぇー。それでは、ちょっと待って。レアガチャじゃねえ。ごめんなさいね。ちょっと待ってくださいね。6連ガチャとか、2連ガチャとか出るんや。あ、はいはい。
ごめんなさい、僕確率見てなかった、メインでも引いてないんで。それでは 1% 狙い打っていきましょうか。そうだ、はい、スーパーゴッドフェスね、2回だけ回してもらえるんで、回してもらえるっていうか回す権利がございますんで、私は。いやーちきつい、レイラン、そうか、レイランも確率上げられてんのか。あー、まあレイランドラゴンね、ちょっとどうするか迷ってる。レイランドドラゴンちゃうか、レイランバードか。さあラストか、さあ来いよフェスゲン。なんか最高、ちょっとね、よし、こういうぶっ飛んだ声を出すのが好きなんですけど、でも声を出すことによってフェスゲンが出るなら何でもいいよ。1% だけどね、ストーリーのラフィーネ、武器作ろうか、前向きに行こう、前向きに行こう、何でも何でも。はい、それでは結果見てみましょうか。はい、こちらですね、無料分からガネーシャ、ガチャ1回魔法石10個、レイラン魔法石10個、 1% をラフィーネっていう結果でございました。はい、それではこの辺でお開きに今回ねしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。良ければね、この動画良かったよという方はチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。あと、そう、6月17日、東京で、8作、大会、ちょっと出てくるんで、はい、頑張って、練習も、兼ねての、ちょっと生放送も、ちょっと、いつできるか分かんないんですけど、なるべくね、今週、来週からはね、結構頻繁に頑張ってやっていきたいと思うんで、そちらもお相手、よろしくお願いします。それでは、またね、皆さんもね、こんなくだらん動画にお付き合いください。ありがとうございました。それではね、またお会いしましょう。バイバイ。